今天呢，我们要让文当分享他到台湾玩了之后，觉得有受到冲击的地方。台湾玩楽しかった。楽しかった。やっぱ楽しかったよ、マジ。文当每次都只记得台湾很热这件事情，但是我必须跟大家说，我觉得日本更热。因为文当呢，他好像有整理很多，然后他都没有告诉我。20個。何個ぐらいと思った？四十ぐらいかなと思って。甘いな。文章就是边玩边记录，这样他就不会忘记，不然他就一下就忘记了。第一个。電車の座るところは硬い。座った時にあれと思って。日本のはこういう風なクッション性のものなんだけど、台湾はプラスチック。ケツ痛くなったの。桃園ついて乗ったのが電車じゃん。陶器ね。そう。他根本不知道什么是陶器还是。めちゃめちゃ痛かった。因为文章他是坐那个整晚都没有睡的飞机，所以他坐到那个比较硬的椅子，他就觉得更容易不舒服。疲れたからだね。ここ着いたらね、恐竜いてね。恐竜？あ、恐竜は私だ。お前だよ。なんの恐竜だなと思って。恐竜可愛かったでしょ。恐竜可愛かったね。よかったね。那第二个是。スーツケース専用の場所があるよ。あ、いいねあれと思って。日本はない。いや、俺見たことないから。那第三个。電車を降りる人待たない。日本では降りてから入って。台湾はもう降りる人待たないでどかどか人入ってきてる。这个要跟大家说，我最近回台湾的时候也是觉得很不习惯，因为在日本习惯说你要等到大家都下车你才能上车，然后在台湾就常车里面等人出来，我在等他们出来的时候，后面的已经把我推进去了，就蛮常有这种事的啦。あれちょっとびっくりしたかな。俺なんかすごいさ、降りてから入ろうと思って待ってたのに。後ろからずっとずっと。それが悪いのかなみたいな。第四個。男性の髪型が全部一緒。どこ見ても一緒。这个真的是文章跟我讲，我才发现。から反り込み入ってて、後ろもここも反り込みが入ってる。こう反り込みがみんな入ってる。で、短髪。真ん中の方だけ残る感じ。の髪型ばっかり。特にパーマかくて髪は長い人とか、そういうのはいない。啊，这里跟大家说件很好笑的事情。文章他之前第一次去台湾的时候，他回来就问我说：“你们台湾人是不是流行戴眼镜？”因为文章走在路上看每个男生女生都是戴黑框眼镜。そう、みんな眼鏡だった。男性も女性も分厚いやつ。あれはね、私が中学生から芸能人がやってるからもう一気に超流行った。それがずっと続いてる。そうそうそう。第五个。いろんなものの組み合わせが美味しい。例えばね、俺はびっくりしたのがパイナップル緑茶ね、すごい美味しかった。他にあとルーちゃんが飲ましたなんだっけあのヤクルト緑茶そうヤクルト緑茶ですよ合う最初なんか日本人はあまりそういう混ざるのやつしないんだよなじゃなんか最近やっとねタピオカブームでそういうの受け入れてる感じあるよね日本もねそういう組み合わせがうまいなと思って日本人の予想を超えるようなそうそうそう这个对日本人来说真的很吃惊因为他们日本人通常就是一个东西就是这样喝一个东西就是这样吃，所以一开始文章刚去台湾，他就不信，就说这个东西怎么配起来会好喝。我就是跟他说，你一定要试试看。就他一试，他就爱上了，真的是什么东西都要 try try 看。第六个，水を飲む紙がある。哎，マジびっくりした。文章一开始以为那个纸杯是你一打开水就自己流出来。对，まさかあのちっちゃい紙にね入れてこう飲んで、それを紙を捨てる便利やけど飲む量少ないし意味あるかなと思って。ああ、確かに。だったら紙コップでええやんと思って思っただけ。第七个，那跟大家说一下，因为那个。猫咪站不起来，所以我们叫它一直倒。こいつ立たないんだよね。第七个。タクシーの扉が自動で開かない。俺ちょっと待っちゃったもん。ルーちゃんが開かないよ。あれちょっとびっくりした。でも台湾人は日本で受けるカルチャーショックあれも絶対入ってるよ。あ、そう。日本人はどういう場面でタクシー乗る？飲み会行って帰るので面倒くさくなったりとか。普通の人はやっぱり乗らない。日本のタクシー高いんだ。初乗りでもう630円とか、高いところ800円とか。第八个。の押し売りがすごい。乗って乗って乗ってっつって。観光地だけだと思う。我刚才说的是九份，因为我们去九份的时候要找交通工具的时候，计程车司机就一直过来说，请坐，请坐，请坐，坐我们多少钱这样。我当时觉得很惊讶，计程车这样找客人。日本でタクシーの押し売りって見たことなくて、なんか全然嫌な気持ちはしないんだよね。安いですよ。安いお兄ちゃんっつって。全然嫌な気持ちしないけど、単純にびっくりした。我刚才在看他的。次九だよ。だから第九个。ここでもねバナナ売ってるのびっくりした。どのコンビニ行ってもバナナ売ってんだよ。なんでだろうね。もう文章に言われないと気づかないんだよね。俺自体がバナナ苦手だから。あ、对，文章超级讨厌吃香蕉。なんであんのと思って。いやまあバナナって健康的だからさ。あ、对，みんな朝ごはん結構バナナ食べるよ。あ、そう。コンビニにあってもおかしくはないけど、日本のコンビニでどこ行ってもバナナがある状況を見たことない。那就最后一个，第十个。タトゥーを入れてる人が多い。まあ日本の。考えなのかもしれないけど、なんか入れ墨入れてる人ってちょっと怖いイメージがあって、うん、なんか銭湯も入れないんだよな。銭湯もなんか入れ墨の人は入れませんとか、プールも、まあその影響なのかわかんないけど、ちょっと怖いイメージを持って。这个真的让文章你吓到，因为我们走在台湾的时候。
超过十个人里面至少就有四个人都有那个刺青吧，就是小小大大的都有。でもなんか台湾行って普通に入れてる人もいっぱいいて、夜市行った時にもね、ゲームしたじゃん、パンパンパンシュッとか。店の人とか、すんごい入れ墨入ってたんだけど、めちゃめちゃいい人で。そうだね、優しかったもんな。そうそう、優しくて、ああもう全然イメージと違うなって思う。普通に街行く人の入れ墨見せて、普通にかっこいいなと思う。個性、自由だなと思う。で、悪いイメージはもうない。这个是让我觉得印象蛮深刻的，因为他们日本人其实对刺青这个东西算是存在偏见，虽然也有人不在乎，可是其实在日本的社会里面存在偏见的人还是蛮多的。那文章也是蛮害怕。然后，可是他这次去台湾之后，他就看到很多人都有刺青，然后他就会问我一些关于台湾刺青的文化，就我的朋友有没有人刺青啊？那大家都刺些什么样的图案？文章就开始会去了解一些自己平常在日本的圈子以外的东西，这个是让我觉得蛮开心，也很大的收获吧。这样讲有点好像我自以为是谁，可是我自己是蛮开心的，因为文章他其实就是没有出过日本以外的地方，所以他会问我这些，我是蛮意外，然后也很开心的。イメージ変わった。これ何？こいつ立たないから立たしたい。あ、そうだ。あとね、全体的に物価が安いのはね、びっくりした。物も美味しいし、安いし、本当過ごしやすいなと思った。気候だけやな。暑いのね。暑い。好、那以上就是11个文章去台湾感到比较冲击的地方。今度は別のとこ行きたいね。違う夜市も行きたいしね。また他の夜市の美味しいものも食べさせたい。ぜひお願いします。那我们就下次影片再见、拜拜、大家再见。拜拜、再见、拜拜。拜拜。谢谢大家、我是恩丹。拜拜。